はい、こんにちは、セジです。今日はですね、DIY ステアリングの本革巻きについて挑戦していきたいと思っています。ご覧ください。今ついているステアリングがですね、こちらはただ本革のカバーをねかけている状態です。中は私のはカスタムなんですけれども、ターボでもコーディネートスタイルでもないので、このようなね実際は樹脂ハンドルです。でこちらにカバーをかけて、まあ2年間過ごしていたんですけれども、今回はですね、ご覧ください。こちらの新車購入時にですね、このようなキットがありまして、樹脂のシフトノブにですね、このような本革カバーを取り付けて、この真ん中の糸の部分だけを縫えばですね、OK になっているキットがあって、ここをギュッとこう押さえて縫うだけで、このような綺麗にですね、シフトノブカバーになると。で、これと同じ会社のものがですね、こちらのステアリングのキットがあるということが分かりまして、取り寄せて、今回取り付けてみたいと思います。では前つけていたハンドルカバー外して脱脂します。カーパーツクリーナーでよく磨いておきます。では外します。よいしょ。このように外して出てきました、前のねハンドルです。はい。そしてこれでカーパーツクリーナーで磨いていきます。綺麗に脱脂します。ご覧ください。こちらがですね、 DIY 本革ステアリング巻き替えキットになっていまして、トリコロールエクスチェンジという会社、こちらからですね、このようなキットがあります。でこれが中を開けますと、このようにですね、取り付け方法がですね、きちんと丁寧に書かれてまして、 QR コードとか読み取りますと取り付け動画もあります。でこれをじっくりよく読んで取り付けていこうと思っています。口コミなど見ますとですね、まあ、2時間ぐらいかかったという方もいるんですけれども、私も器用な方ではないので時間をかかってしまうかもしれませんが、まあ、取り付けてみたいと思っています。このようなねキットがついてます。ハサミとヘラと両面テープ、そしてここはこう指抜きでこう押すやつですね。そしてこれが縫い付ける本革のカバーですね。そしてシフトノブと色目を合わせました。シルバーステッチになっています。でその一本も合わせてシルバーステッチになっています。それではやってみましょう。まず革本体を裏返して、このように裏返しまして、で付属の両面テープで6センチメートルごとに切って貼っていくということのようです。それではやってみます。このように6センチメートルぐらいずつに切って貼っていくといいそうです。そしてこのスケッチの上からこのように貼っていきます。このように貼って貼っていきます。注意点としましては、ここの革は土は薄くなっており、ここには貼らないでくださいと、表面テープは貼らないでくださいと書いてあります。はい、大体貼り終えました。しっかりね、ついているか確認して押しております。はい、ちょっとこれね、丁寧にね、どちらが奥でどちらこちらが奥手前ということでね、書いてあります。このような形にね、かぶせてみました。で、ここから両面テープを剥がして、一番下の6時、そして上の12時、で3時、9時と貼っていくそうです。多分ね、かっこよくなりそうですね。
両面テープを貼り終わっただけで、まだ塗ってはいませんが、このような形になりました。結構ね、もうここの段階でも結構かっこよく来てるなと。今までのハンドルカバーとはちょっと仕上がりが違いそうで楽しみです。余った皮はですね、こうやってヘラで表の部分をこのように入れていきます。押し込んでいきます。そうするとこのようにですね、綺麗に収まっていくようです。あとは縫っている最中です。このようにですね、一個飛ばしながら糸を通していきます。ステッチとステッチの間に糸を通していく感じですね。そして次も一つ飛ばして、最後縛るという形です。結構大変ですね。なんか面白いですね、縫ってて。また縫っていきます。下側半分は縫い終わりました。で、次がここですね、上半分をやっていきます。はい、完成しました。いかがでしょうか。かっこよくなりましたね。ちょっとね、末端の処理に時間かかりました。もう4時ですので、午前中からやってますから。でもかっこよくなりましたね。やっぱりただの本革ハンドルカバーとは出来が違うと思います。ちょっとね、糸がゆくゆく外れたりするかもしれませんが、糸と針が余ってますので、まあ、それも自分で縫うことができます。すごいいい感じになりましたね。はい、かっこよくできたと思います。はい、こちらのね、ギアシフトノブとお揃いです。はい、糸目も。はい、今ですね、ちょっと試し運転してきました。とてもハンドルがですね、操作しやすくて良かったです。オートクルーズかけて、Lキャスも作動させて運転していたんですけれども、反応がとてもいいですね。13秒経つとハンドルを握ってくださいってメッセージが出るんですけれども、軽くですね、こう添えているだけで、こう反応が握り返すだけで。前ハンドルカバーつけている時は、そうですよね、しっかり握らないと、これ分厚いハンドルだったので、しっかり握らないとですね、13秒後反応が悪かったんですけれども、これだと軽く添えて握っているだけで軽く反応してくれて、13、4秒後に軽く握るだけでですね、ハンドルは添えているだけでLキャスの操作ができますね。とても良かったと思います。はい、やって良かったです。ちょっとね、1日がかりでしたけどね。はい、ハン
ドルカバーでもいいんじゃないかっていう感じもありますけど、やっぱりですね違いますね。でホンダのですねオプションでこれをつけますと、カーマキステアリングに交換というと5万ぐらいしますね。こちらは1万1000円ですので、自分でやれば1万1000円でできます。後でですねリンクをこちら Amazon で購入しましたが、そういうのもね貼り付けておきますのでご覧ください。よろしければですねチャンネル登録もお願いいたします。それでは失礼します。